シャン、くすんでる顔が。わかる。肌が荒れてるからあれなんですけど、でも私は肌を直すまでお出かけ。え、な、昼の髪の毛何がいいと思う？おさげにしようかなと思って、あの衣装が絶対可愛いんや。あ、確かにおさげいいな。ビクトリ先生さん、ハートありがとうございます。でもおさげなんて奇跡でもできるから。ハートありがとうございます。ハートなんか思ってんのは、え、これ言っていい？夜、うん、夜リサヒーでね、そう、サイドポニーをするんですよ。え、どっち？新名、新名、右。え、でも1曲目がミヒナ、どうやな、なるとかも。で、ミヒナはこっち、え、どっちでもいいよ。どっちがどっち、どっちにしてる？私は左がいい。右が固定部屋だから。オッケー、じゃあ左で。よし、ありがとう。だるま、いちかんさん、ワンタンメンさん、ハートありがとうございます。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 だからお下げしようかなとか思ってんね、三つ編み、うん、けどでもどうせやったら N でできひん髪型をしたいから。でもお団子しようと思ったけど、その夜サイドポニーするからさ、一、うん、回お団子してからやったらちょっとさ迷惑かなって思って、メイクさんに。私お下げいいな、お下げにしようかな。お昼、カズさん、ハートありがとうございます。待って、みんなも昼お下げにしようと思ったんだけど、昼夜お揃いになっちゃう。じゃあやめる。え、いいよ別に。うんうん、なんかいいなと思ったから。え、何これ可愛い。プリキュア？ビクトリ先生さん、極みひなありがとうございます。八期多いんでね。嬉しい。とあるところでみひな以外の八期が集まるところなんで見てください。何、みひな以外？うん。最悪。極みひなすぎ、これめっちゃ可愛い、見て。すみちゃん、ありがとうございます。マジで緊張すんねんけど。コップ？ハート、ありがとうございます。ミヒナは初 B2 です。初めて与えてくれる。そう。アジサイちゃん。え、コメントない。でもアジサイじゃない。季節？うん？まだ、でもアジサイ早くない？6月か。うん。めっちゃ気になる。なんか湯飲みみたいな。わがまま。これなんか黒。まあいいや。マシュマロ、なるほどね。ホワイトデーやからか。ああ、なるほどね。ありがとうございます。日高浩二さん、プリキュアありがとうございます。まさしさん、まさし、マシュマロありがとうございます。マシュマロって嫌いって意味らしいで。ああ、バレンタインで渡したら。みんなマシュマロ大好きやから、みんなマシュマロちょうだい。みんなに嫌われる。めっちゃ緊張してます。ホワイトデーは作るつもりある。まだ皆さん聞いてください。私毎日投稿してるんですよ、 TikTok。 3日で終わると思って。そう、真似してきた。1週間続いてる。みひなの真似してる。真似してきた。だけやから、ここ入ったら多分なくなるんだけど。バキューンさん、だるまありがとうございます。キムマミさん、マシュマロありがとうございます。そう、めっちゃ緊張してて、なんかなぜかって言いますと、分からへん。なんかナンバラは全然緊張せへんかって。あ、そうなんや。本番前まで緊張せへんかって、リハとか全然緊張せへんかってけど、うん、なんか今日、昨日からずっと緊張がやばくて。絶対 N 出るときに緊張すると思う。で、 N、 もう一個さん、プリキュアありがとうございます。マシュマロありがとうございます。いや、マジで怖い。緊張しすぎ。大丈夫、楽しいよ。楽しいけど、うん、楽しそう。体力やばそう。昼夜だからな。まあ、でも昼夜の分、昼できへんかったところを夜で改善できるから、まだ、うん、それがいいところ。ね、あの衣装可愛いから着れるの嬉しい。マジで。ほんまにオープニング衣装はマジでめっちゃ好き。みんなできんさ。そう、だからみんなずっと言ってんね。その B2 の衣装の、うん、あのあれが送られてきて、うんうん、イラストが送られてきた時からずっとあの衣装が着たいって言ってて、今日叶えます。可愛い。パステルやしでマスクやし。そう、めっちゃ全部可愛いから。うん、卒業式そろそろやで。やだ。
卒業したくないよ。私は小学校に戻りたい。保育園に戻りたい。保育園でさ、楽しかった。勉強せんくてよかったん。知ってる？勉強せんでよかったん。小4ぐらいから人生やり直して。小3、小4。コロナからやり直して。小5、小6が一番楽しかった。え、コロナやったよ。修学旅行とかもなかったからさ。うん、あ、なかった？なんか2回の遠足になった、それが。ああ、なるほどね。姫線に行ったのと、もともとはあの兵庫県に行くつもりやって、その2回目の遠足な。うん、キッザニア？うん、兵庫やな。行くつもりやってんけど、無理ってなってコロナで緊急事態宣言がなんか兵庫来んなみたいな。うんうんうん。時期あったやん。だから、でも延期にしたら行けへんくなる可能性があるから、うん、大阪のスケートリンクをでかいの1個学校で貸し切って。え、スケートできへんとどうすんの？え、みんなもスケートできへんけど友達にずっとこうやって。行けるってこと自体がな、うん、嬉しかった。みんなだって絶対延期になると思ってたからさ。小5は正直言ってそんな被害受けてないねんか。確かに学校がすぐ途中で終わっちゃったから。でもあれ寂しかったくない？え、全然どっちかというと学校休みでラッキーぐらいの大丈夫で。嘘、ずっとおばあちゃんちで。めっちゃ休校になってんけど。おばあちゃんちでずっとファミコンしてた。ガミガミガミ。え、休校うつすぎてんやけど。なんかこういうもんみたいなやつだ。なんかちょっとさっきからどっちになってんねんけどさ。え、なんか休校嫌すぎて、まず一人でお風呂入る前にスマホ見てたら休校みたいに TikTok で流れてきて、うんうんうん、で何これと思ってた。信じてなかったん、うん、関係ないと思っててけど、なんか休校明日終業式ですみたいな。だって先生泣いてた。へえ、クラスが終わっちゃったから途中で。タオさん、はい、ありがとうございます。ペンギン、小5と小6の先生が一緒やってん。分散登校とかやばかったくない？あった、半分に分かれてすっかすかの教室でやった。小6の最初と中1の夏休み明けぐらい分散登校やって。中1もあったの？そう、小6が4月5月多分なくて、6月が分散登校半分、5月7月で分散登校して、前半はで後半にみんなで登校してだって、夏休みが短め、めっちゃ短めでやって、でそっからでも普通楽しかった。なんかそれはマスクとかもあったしけど、修学旅行行ったし、いいな。5年生あのキャンプはなくなった。キャンプは5年であった。スキーがなくなったのが悲しくて。林間学校は5年生でも、その林間学校はコロナの影響受けてなくて、6年生はそう、平場じゃない、平場やっけな、なんかどっか県外に行く予定やってんけど、県外があかんってなって、兵庫県から出るなみたいな感じになって、あ、そうか、ネスタリゾート行った。めっちゃいいやん。楽しかった。姫線も楽しかったです。あのサファリと、なんかな、何やったっけな、中1の分散登校で、これめっちゃ今思ったらめっちゃ楽しかったなって思うんだけど、分散登校結構鬱やって、嫌やって、だってさ3時間しかないしさ、友達と会えへんやん。で頻繁になんかクラス外みたいな感じでチームが変わんねんけど、毎回見へんだけなんか外されんねん、仲いいグループから。なんか毎回こう学年通信来てみたら、なんか毎回みんな A やのに B だけ B やねんけど、毎回なってて、でなんかでもその会えへん子らに1ヶ月ぐらい会えへんかったから、黒板とかに誕生日の子おったら、なんか丸々誕生日おめでとうみたいな書いて、で午前が来てみたいな、で午前の人らで写真撮って、それを通信乗っけてもらってそれ見るとか、その椅子の上にあの付箋に手紙書くとかしてた。なあ、あれは青春でしたね。中学校はほんまに1学期は部活ができなかったのが悲しかった。被害メンバーだけってなって、1年生ももちろんさ、2、3年がおったら1年生外されるやん、うん、なんか1年生はなんか帰ってるみたいな感じで、みたいな。部活楽しかったな。楽しかった、なんか青春時代。うん、マジでそう。部活にパン持って行って怒られたり。パン屋だけやったらまだいいけど、なんかお菓子とか持って行って怒られたりしてたな。みんなあれや、夏休みめっちゃ頑張って行ってた。うん、みんな寝過ごしたこともありました。夏休みの部活が一番楽しかったな。なんか小5小6が良かったの。なんか
コロナの影響はいつもみんな仲良かったし、561が一番楽しかったよ。先生好きやったし、もう先生好きやったって大切。うん、めっちゃ可愛い。可愛い。天心さんが買いました。マジで可愛いな。うん。そう、天心さんはそんな可愛いなかったから分からなかったけど、うん、同じチームになってマジで可愛いと思って、うん。マジで可愛いな。ほんまに可愛いわ。なんか部活ほんまに楽しかったな。青春時代。うん。思い出す。でもさ、中3って結構青春時期やん。うん。中2がさ何も楽しめへんかったからさ、うん、中3が一番めっちゃ楽しい。うん、なんか中2はほんまにここ入ってさ一番大変な時期が中2やったから、うん、なんか何もコンサートとかも慣れてないからさ、うん、全然楽しめへんかったけど今楽しい。めっちゃ中3が先生が中1の終わりに生バトルが入ってなんかすごい病んでそのままで中2行っちゃったらなんかすごい中2もなんかうんってなっちゃったけど、でも中3はそう慣れたから、うん、いいよね。なんか楽しかった。私立のさ、うん、入試の前日とかさ先生がお守りみたいな、あー作って全員卒業式やもん。え、マジでいいや、ほんまに。いや小学校の頃この辺が一番良かった。ほんまに5年生が一番な気がする。うん、コロナもなく、中コロナもなく先生好きやったし、うん、クラスメイト好きやったし、民間学校めっちゃ長かった。4泊とかしてん、えぐえ、みんな1泊でお風呂入れへんかった。4泊とかしてマジで楽しかった。充実してた。うん、保護だけなのかな。弟はめっちゃ短縮されてた高校で、あのコーラでマジで高校楽しみ。高校青春してくる。絶対青春する、うん、もう絶対青春する。ほんまにほんまに4泊ほんまに楽しかった。肝試しとかして、肝試ししたりとかキャンプファイヤーしてカレー作った。あ、カレー作った。あのめっちゃ合わなかった。魚つかんでねえ、肝ちょっと嫌。魚つかんでなんかアイス作って、めっちゃいいや、楽しかった。なんかほんまにヤバやからさ、ムカデとかさ、うん、おっとおっと、なんかさ、あのトイレ、友達の付き添いでトイレ行ってて手洗ってたら、うん、なんかゴキブリ、なんかゴキブリっぽいやつが飛んでて、でうわーってなるやん、うん、それ。そしたらさ、そうキャンプカウンセラーの人がさ、うんうん、なんかティンカーベルだよみたいな。ティンカーベルは絶対嘘やろ。なんかそんな怖がらなくていいよみたいな。マジででもめっちゃ気持ち悪かった。そう、うん、でも楽しかった。ティンカーベル。だからほんまに虫と共存やって、その一日マジで嫌やった、それが。うん、そう、小学校の時は先生も好きやったし友達も多かった。中学校は先生そんな好きじゃないやんと友達がいないので、うん、かわいそう。そうだから中学校、高校は頑張って先生を好きになります。好きになるのは無理やな。いい先生に当たることを願うのと友達作る。吐かない女は賢くないとあかんから、吐かない女は怪しい。こう、そこ分かるって聞かれた時にふわふわ答えなあかんねん。どういうこと、何吐かない女を目指してんの、うん、なんで。え、いいやん、中二病やから。中二病隠したい。無理よ、溢れてる。え、とりあえずニコニコしとこう。うん、ね、やったりしたらなんか、うん、学んだから。私はゆいなさんにレクチャーしてもらった。ゆいなさん、どこ中で、どこ中学校じゃなくてまずどこ中ですかね。なんでどこ中、え、どこ中の丸々中。あー、え、なるほどね。あ、私あのどこどこ中やねんけど、え、入学式めっちゃ楽しみじゃない。え、めっちゃ緊張するよな。え、連絡先交換せえへん。はい、で、連絡先、いやいや、それはちょっといけない。いや、でもなんかまあそうやね、ミイラだってインスタがないから。あー、そう、 LINE しかないよね。 LINE、 急に LINE はちょっと難易度が高いね。うん、入学先を交換したらこっちの勝ち。確かに、それはそう。うん、報告するわ、なんか豆かなんかで、今日は私は何人に勝ちましたって。うん、
楽しかった、楽しい、ほんまに賢いは賢いから絶対授業ついていけると思うし、だから自信、謎の自信帰った時にスラスラと答えて、クラスで一番は坂本でしたって言われるように頑張ります。頑張れ。ちなみにクラスの最高点は坂本で100点ですね。はい、これ目指す。あとは体育の時に運動できんけど、頑張ってるやん、頑張るね、まあ可愛く頑張る。無理やねん、それが持久走だ。いや、ちゃんバフバスケとかさ、いけ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 なるからさ、無理だ、いけいけいけ、頑張って。いや、無理無理無理。自分で言っててめちゃくちゃ どっちとかもさ大盛り上がりやったもん。学年最後の体育がどっちやってんけど、男女混合でめっちゃおもろかった。どっちとか準備大会とかなかったな。なかった。どっちはあのコートがあるやん、コートの端っこに立つね、で見とくね、おるよなそういうやつで、そしたら大体気づかへんから、みんな外野に紛れるやつ、そう私外野ですよって顔すんね、だから外野の顔をしていけいけっていうの、だから敵の前をすんね最悪。おるよな、バレないように。そしたらあの気づいたら残り3人とかなってて、あ、やばいみたいな、強い私みたいなやばいになるから、おるよな頭に。そうだから適度にこう頭がいい人に大体ボールが当たった時に、あとは優しく当ててもらう。みんなうわーって走り回ってるタイプで、すぐ当てられる。怖いやん。そう、なんかさ、弱いボールが当たるのは全然いいねんけどさ、なんか全速力のボールが当たったらさ、嫌やん、えみたいな、痛みたいな、痛くないよね。リナの学校はボール3個で、柔らかいボール2個と、なんかでっかいバランスボールってやんねやんか。バランスボールこう投げるねんけどさ、手つるねん、でさ、バランスボール超えてたんね、みんなめっちゃおもろくない？あかんねん。だからなんか久しぶりやな、二人でショールームするの。ほんまに陰キャを脱出する、脱出チーム N、 脱出しよう、頑張ろう。ちょっと世の中の中3の高校デビューでしたい、皆さん一緒に頑張ろう、一緒に頑張ろう。多分見てないけど見てるかな、同い年の人見てますか、頑張りましょう。でもたまにいるよね、同い年です。そう、公園とかにもね、たまに同い年みたいな言ってくれる方がいるんです。見てる？同い年おる？見てる？一緒に頑張ろう、同い年もうほんまに高校デビュー知らないすぎて、そういうことしたらないことない友達を作りたいみたいな。まず入学式の時は隣の子に話そう、どんどこどんどこだよ。でも大体そういうのってさ、なんか、インスタ交換しようとかさ、なんかむずくない？そう、連絡先を交換するってすごいハードルが高いの、思ってるよりハードル高いし。そうね、だってさ、クラスラインとかもともと入ってなかったし、もちろん中学校は、もちろん入ってなかった。待って、いいんだな、ちょうど昨日あやぴょんと話してて、なんかクラスの打ち上げがみたいな、でリサの話になって、でなんかリサも打ち上げ行くやろみたいな言ったら、いや、あの子は行かんやろみたいな、打ち上げがあるってことを知らん。そうで言ってて、打ち上げってあんのかな。 でもクラスライン入ってたら行くやろみたいな言ったら、いや、リサがクラスライン入ってるなんてことなんてあるわけないじゃんクラスライン入ってたけど、クラスラインが消滅した。なんかみんな退会させられた、一人のとある陽キャ男子。絶対新しいのあるって。いや、でも友達繋がってるから、陽キャの女の子がクラスライン入ってたら私も入るから大丈夫。大丈夫、クラスラインは大丈夫。クラスラインでしょ、クラスラインに入るでしょ、クラスライン、クラスラインだから、まずクラスラインに絶対にできた日に入るっていうのが目標。クラスラインは打ち上げ行かへんの？打ち上げってあるん？あるん？あれ、友達が行ったら行く。こう一人は心細い。だからみんなも、おいよお前らって言ったで、友達に。友達が行ったら行く。心細くなかったら行く。周りが陽キャばかって、何、どういうところ、サイズとかそういうところ、焼肉。サイズなわけない。お高いで、ちゅ、普通やろ。中学生やん。うん、お小遣いで、割り勘。食べ方じゃない、多分。食べ方。おや、おらんやん。
待って、え、テスト終わりとか友達が焼肉行かん？行かん、え、テスト終わり？え、毎回言ってんだ、テスト終わったら、え、パニック、テスト終わったら友達と焼肉、そんな高くないで、あの安いところ、でも高い、サイズの方が安いよ、それさやん、サイズはあの打ち上げとか頻繁、いつも日常、いつも私とご飯行ったことないのはどうしたらいいの？え、テスト終わりとかみんなで話して帰るだけ、うん、え、打ち上げしたことある人、はい、ある人、え、嘘、ちょっと悩む、え、我がクラスの打ち上げともあるんですか？我がクラス絶対あるって、中学で焼肉の感覚がないよね、え、最前マクドぐらいやねんけど、ガスト嘘やん、え、打ち上げって大体焼肉だ、ね、リサちゃんに共感やで、待ってほら、打ち上げって大体焼肉やろ、ほら焼肉ライフって書いてあんで、え、最低やんな、え、焼肉って、え、待ってカラオケはわかる、カラオケはまだわかる、え、エグくないですよね、衣装さんえ、中学生の時には行ってなかった、出るよね、焼肉はエグい、卒業の打ち上げとかって焼肉じゃないんですか、ここですよね、あら焼肉は高い、うっそ、ほら中学で置いてないよな、待って焼肉普通中高で、皆さんのさあれですよ、月日の流れですよ、見てる皆さんの焼肉は社会人からだよ、うん、結構うん、やってるよ、卒業の時は焼肉食べ方、うん、カリスタジオ借りてパーティーやって、ボーリング、なるほどね、でも我が家の近くにそんないい感じの焼肉がない、なんか、え、マジか、当たり前のように焼肉やって、クラスの打ち上げもやし、その仲いい人らの卒業する前の遊ぶところも焼肉にする、子供だけでご飯に行くって概念がない、それはない、親おんの、いや、それはないっていうか、その考えがない、あ、考えがないっていう考えがないってこと、そう、え、何かあるごとに毎回ご飯行ってる、受験合格おめえ、イエーイ、お金なくなるやんえ、そんな世界とかいかん、いやいや、たくさん行ってたら安いところでもお金なくなるよ、え、アクスタ1500円すんねんて、いや、それ買わん、だから晩ご飯やからさあー、まあ確かに焼肉屋で、待って、待って、じゃあ、今年の目標、あ、高校の目標、打ち上げに行くやん、え、待ってたって、ほんまに当たり前のようにみんな焼肉、アンケート取る前から焼肉って決まってたで、打ち上げ、先生テスト終わりとかみんな結構、部活の打ち上げとかもみんな焼肉行ってるし、体育祭の後とかもみんな、体育祭の後公園やった、え、みんなもそうやった帰ってきた、みんなもそうやった、体育祭の後ペラペラ、あ、そっか、学生やったら安いんか、なるほどね、はははちょっとびっくりだよ、大学生とかだよ、サイゼがそのすごい休みのファミリーレストランか、え、ちょっと、はい、すいません、質問、あの打ち上げ、中学の打ち上げで焼肉って普通ですよね、嘘だ、焼肉は中学は早いですよえ、焼肉以外知らへん、逆にみひなはサイズだって、サイズって打ち上げする場所じゃなくて、サイズだよね、他人のせい、食べ放題ならほら食べ放題ならやってですよね、だって焼かなきゃダメじゃないですか、誰が焼くのって話ですよどういうこと、誰かが焼くじゃないですか、そしたらその焼いてる子食べれない、いやえ、だってさ、ちゃうで、30人1個のテーブルに集まるわけじゃないねんで、うん、だからさ、次焼いて普通食えばいいやん、すごい気まずくない分からんって顔されてます、陽キャだ、陽キャの方ですね、決まりは、いやスタッフさんに聞いたら、食べ放題なら、まあ、普通って言ってましたね、意外だわ、びっくりなので、ちょっとこのびっくりを公園に持っていきたいと思います、ランキング終わりますほんまに、ええ、ちょっとみんなに聞こう、えびっくりしてる、じゃあ私のクラ
スの打ち上げがあるかどうかだけの存在ぐらい、存在があるかどうかだけぐらいは聞いてきますわ。あるやろ絶対。絶対2年生は絶対あったな、あのクラスの雰囲気からして 100% あったクラスの雰囲気。でも今の学年クラスってなんかそんな感じの雰囲気じゃないから、ない可能性もなくにしまう。絶対去年あったな。うわびっくりにちゃびっくり。はい、何回も13位つつみさんありがとうございます。12位ボンさんありがとうございます。11位犬さんありがとうございます。10位キムマミさんありがとうございます。9位ミナルさんありがとうございます。8位あいみくんは減量中さんありがとうございます。打ち上げを開催する側にリサがなればいい。確かに。10位ガシダクリスさんありがとうございます。5位ツラさんありがとうございます。4位タチさんありがとうございます。3位柳さんありがとうございます。2位 KM さんありがとうございます。そして第1位ジンくんありがとうございます。リサが打ち上げを開催する、ライブ公演待ってます。リサが打ち上げを開催する側になればいい。そんなことある？そんなこと、え、じゃあ高校卒業した時にできたら言うわ。報告する。高校開設する側になりましたって報告しますね。はい、陽気になります。ありがとうございました。皆さんランク読みます。ありがとうございました。バイバイ。13位ひとよさんありがとうございます。12位やじんさんありがとうございます。11位バキューンバーキューンさんありがとうございます。10位カズさんありがとうございます。9位泉ちゃんありがとうございます。8位ワンタンメンさん、なんか揺れてる、ありがとうございます。7位ともひこさんありがとうございます。6位日高浩二さんありがとうございます。今日2時間やん。うん、13時半。あ、やばい、空き時間。あ、着替えへんと。6位、あ、やだ。5位まさしさんありがとうございます。4位清文さんありがとうございます。3位焼き鳥先生さんありがとうございます。2位たおさんありがとうございます。そして第1位中島よっしーさんありがとうございます。はい、今日は B2 初日です。イエーイ。とても緊張ですが頑張って。めっちゃみひなの緊張が伝染してめっちゃ今緊張したので。なんでなんでなんで、めっちゃ伝染した。全然緊張してなかったな、さっきと。緊張しますが楽しみたいと思います。バイバーイ。またねー。